はい、ということで、なんと僕たちめちゃくちゃリアルな世界に来ちゃったみたいです。だね、草も水も葉っぱも全部すごいよ。それだけじゃないんだよ、この後ろの木にちょっとまーちゃん登ってみてよ。オッケー、なんかもう階段準備されてるから、ね、そう、ちょっと上がってみて、ジャンプでね。すごい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 、準備できた。うん、オッケー。じゃあ、うん、下見ててよ。オッケー。この木の下の土台を壊すと、なんとこの世界めちゃくちゃすごい物理演算で、本当の世界さながらに見てね、全てが崩れ落ちてくるんだよ。しかもなんか、え、何今の、すごいバラバラになったでしょ、うん、ほら葉っぱも見てよ。本当だ、え、すごい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 でしょ。バラバラになるんだ。そう、バラバラになる。で、下の土台を壊すと、うんうん、上のものも崩れるんだよ。なるほど、だから落とされたんだ。そう、普通マイクラの世界ってブロック残るんだけど、うんうん、これ残んないんだよね。だから木とかもすごい伐採しやすいんだけど、逆にまあ落下とかもしやすいから、確かに結構ね怖いんだけど、今回はねこの世界でちょっと遊んでいきたいなと、うん、楽しそう思います。これ壊してみなよ、この木。どこ、ここ、これ一番下をやればいいんだよね。うん、一番下やってみて、すごいから見ててよ。ほら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 、あ、全部崩れるんだ。この水の上に落ちる感じとかもリアルでしょ。うんうん、うん、リアル。あ、めっちゃブロック集めやすいね。そう集めやすいでしょ。うん、でこの世界でちょっといろんなものちょっと壊してみようよ。壊す、どうなるかさ。壊す。何が気になる？なんだろう、動物も気になるな。だよね、うん、そう、動物なんだよ。じゃあさ、ちょっと動物倒しやすいようにさ、僕たちも装備を整えてさ。そうだね、作業台を作ったから、うん、はい。うわ、作業台もなんか、すごいよ、周りに工具ついてるよ。ん、あ、ほんとだ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、この作業台。これでちょっと、うん、剣作ろうか。はい、どうぞ。ありがとう。うわ、暗くなってきちゃったな、怖いね。おお。こんなにかっこいいでしょ。でもちゃんとアイテムは回収できてるから。あ、そうなんだ、すごいね。で、まずはさ、うんうん、そうだな、暗いな。暗いね。敵も倒すとね、どうなっちゃうんだろうね。どうなるんだろう。うん、想像できないね。まずはでも安全を確保したい。よし、おはよう。おはようもなったかな。多分そろそろ朝に。おお、まぶしい。怖い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 から。大丈夫か。よし、大丈夫、大丈夫だった。よし、じゃあこれでまずはさ、じゃあ食料確保のために、うんうん、ニワトリ行ってみますか。行ってみよう。よし、行け、ニワトリをちょっとやってみよう。どうなるの。怖いな。怖いね、これ閲覧注意かもしんないよ。ごめん。よし、行け。いや、うわー。中が真っ赤だー。マジか。マジか。若干閲覧注意になる感じだね、これ。なるほどね、やばいね、これ。舞台行ってみる。行ってみよう。どうなるのか。えい、えい、お、剣振るのもかっこいい。うおー。羊行ってみるか。行ってみよう。羊はどうなるのか、まあ、わかるけど、この感じ。あー、毛まで、まあ、毛までなくなってるじゃん。え、これ敵気になるね。こういう感じか。敵も気になるね、たくさんいるからな。じゃあ次ちょっと村でもまあ探しながらね、この世界を楽しんでいこうよ。うんうん、魚とかいないのかな。魚とかね、気になる。イカとかね。あ、確かにイカ。イカそうめんなんじゃない、これ。行ってみよう。とにかくまずは村を探せ。うん、だね。あ、さっきいた、さっきいたよ。あ、本当だ本当だ。ちょっとやってみようか。うんうんうん、行ってみよう。やれ。お、どう、どうだった。三つに分かれたな、三つに分かれたな、プカプカと。三枚おろしってやつですか、これが。魚だから。魚は三枚おろし。水の中もすごいリアルだし、綺麗。おー、ほんとだ。あ、イカいるじゃん、イカいるじゃん。どこ、中に、水の中入ってみる。あ、ほんとだ。 やってみて、やってみて、いけ。どうなる、このイカタフじゃん。うん、死なない。おお、イカそうめんになったようですね。足がイカそうめんになってる。やっぱりイカそうめんになるんだ、イカは。なるんだね、これでだいぶ分かってきたぞ、うん、この世界のことが。石欲しいな、かまどとか欲しいよね。うんうん、確かに。あ、牛いるよ、倒す。やっといて。お、いけるか。どこ行った。早いな、早いね。うわあ、なんかすいません。あ、かまどできた。あ、できた、ナイス。う
一回かっこいい、はい、なんか見て、うん、IH じゃない何IH じゃんこれ、めっちゃおしゃれなんだけど、なんて近代的なんだ、ムラがないね、ムラがないね、マグマが燃えてるね、え、いや、というかここ あれじゃんムラあるじゃん、なんか家もおしゃれじゃない、ちょっとおしゃれだね、なんかじゃあ、うん、そうだな、鉄やらなんやらを集めてネザーに行くための準備するか、そうだね、そろそろ潜っていく、潜っていこうかここにもう作業台、ハヌーン、オッケー、これでまずは地下に掘り進めていこう、ここだ、これ掘るの難しいね、掘るのはなんか掘れてんのか分かんなくなっちゃうね、うん、なんかちょっとむずい、下を下手に壊すとぶっ壊れちゃうのかでもあれだな、逆に地下まで掘っていって一気に壊せばダイヤモンドとか鉄鉱石とかさ一気にさ大量に手に入るじゃん、これ俺ちょっとでも周り掘ってみよう、鉄も一気にこれゲットできるんじゃないんですか、どうなんですか、できると思います、わーやばいやばいやばい、うん、やばいことになってる全部壊れてる、瓦礫がすごい、マグマと水がそこにあるからちょっと僕水取ってくるね、オッケー、マグマありそうなんだけどな、あ、なんか起きてるな、あ、クリーパーなんか血なんだ、クリーパーなんか血があったの、そうやばい、血があったの、衝撃の事実きっと誰も知らないよまずい、え、ん、何これ、何がどうなってる、いや、わかんない、ん、水だ、あ、すごい、あ、マグマだ、ここにマグマを入れまして、え、入れまして、水をかけまして、え、あと一つ、よし、じゃあこれでネザーゲートの形はできましたよと、ここに吸収しない、ポチッと、はい、できました、ネザーゲート完成です、拍手、じゃあちょっと入ってみます、あ、入っちゃうの、もういってらっしゃい、プープー、出発、あ、え、カッシーがバラバラになって入ってたんだけど、すげえ強力な装備一式作れないの、まだまだ作れない、金もまだなかなか出ないからね、鉄はでも結構集まったんじゃない、あ、鉄は集まってる、割と鉄ぐらいは欲しいよね、ダメ、ミザーに攻め込むんだったらさ、あ、ダイヤー、お、ナイスナイスダイヤ、やりました、よし、怖いなこれ、壊すと本当足場が崩れる可能性があるから、うん、そうだよね、自分も落ちちゃう可能性あるもんね、戻れないかもしれないよ、来ましたね、どこかにブレイズがいるから、そいつを見つけるのが先か、マーがダイヤを見つけるのが先かダイヤの方が早そうなんだけどな、ダイヤレアだからね、やっぱりなんだかんだと ね、まあ、ね、何のスポナーだ、うわ、ブレイズだ、ブレイズいたけど2体同時にスポンしちゃったこれヒットアンドアウェイだよ、攻撃しては下がる、攻撃しては下がる、もう繰り返し、私はひたすら掘る、ひたすら掘るよっしゃ倒した、イエー、バラバラになったぜ、おー、ブレイズ、ほんとだ、バラバラだ、こいつやるなよっしゃ撃破、バラバラ、イエー、戻りますよ、はい、無事生きて帰ってきたんだね、無事成敗してきました、僕がまでも欲しかったブレイズロットはもう15個あるから、これでも足りてるんだよ、だからエンダーマン倒しに行こうよ、オッケー、でエンダーマン倒してエンダーパールを継続すればエンドに行けるから、okay. エンダードラゴン倒したらどうなるか気になるでしょ、確かにもうすごい量の瓦礫が出てきそうだね、そう、はい、おお、いいね、その剣めっちゃ強そうじゃん、とりあえずエンダーマン探し行ってみましょう、okay. そうだ、見やすい平原の辺に行きたいな、多分いっぱいあるよこの辺あ、でも山だったからどうかな、そう、山が多いんだよね、これで、はい、あ、いた、エンダーマンよ、嘘、連れてくるんだ、ここに、僕の位置分かってる、分かってる、オッケー、逃げろ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 、来てる、いたかも、エンダーマン、エンダーマン来てる来てる、おー、来てるね来てるね、よし、来て来て、これで勝った、もうすごいすごい、はい、エンダーマン兵器勝ったな、めちゃくちゃ戦ってる、うん、おー、バラバラだ、エンダーパール落ちてるぞ、落ちてた、よっしゃー、これであとはゲットした
ブレイズロットをブレイズパウダーにして、ブレイズパウダーにしますよと。でこのブレイズパウダーとこのエンダーパールを組み合わせることによって、うん、エンダーアイができる。よし、これでエンドに行く準備は整った。投げます。はい、見ててよ、どこに向かうか。うん、行くよ。へい、おお、光ってるね。あっちだ、こっちの方向に行けばエンドがある。行くぞ。あ、多分、うん、この辺にもうあると思うんだけど、うん、だいぶエンダーアイがなくなっちゃったな。よし、じゃあ、うん、取っていこうか。オッケー。どうかな、見えない。すごいな、カシエがどこかもいまいちわかんないけど、多分近くにいるはず。とにかくちょっと下を目指してみよう。うんうん、よくわかんない。お、出たね、アイスパイよって書いてあるから、この辺だね。あ、来た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 、オッケー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 。ここからが本番だから気を引き締めて、はい。あ、本、うん、あれがあるってことは近くにもうあるってことだよ。ちょうどじゃあ、よかった。だいぶ近くまで来れたと思うんだけど、多分この辺が怪しい、うん、だと思うけど、これ全部壊れるからな。あー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 あああモナーも壊したから、うん、こいつをはめて、あとはエンドにちょいちょいちょいさ。オッケー。わー、すごい。じゃとりあえずエンダードラゴン倒したらどうなるか行ってみよう。オッケー。よし、上陸。じゃああとはエンダードラゴン倒してください。エンダーマンに目合わせないようにね。はい、よし、頑張れ、まあ。オッケー。エンダードラゴン倒したらどうなるか教えてくれ。なんでだ。エンダードラゴンっていうのは何回戦っても楽しいよね。強いからね。なんでこんなにこいつ強いんだろう。カシどこいるの。僕下でずっと夢で食らわしまってるよ。しかもこいつなかなか降りてこない。来た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 。うわ、やばい。まず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 。めっちゃ近くにいたじゃん今。危ねえ、食らされちゃった。あとちょっとなんだけどな。早く倒したい。別にエンダードラゴンを倒すことが目的じゃないんだ。そんな今回は。見ることだからね。ただ見たいだけ。おっしゃ、これとどめちゃう？これ。あ、いいところに降りてるぞ。これ。お、降りてるね。いけるいける。こっちか。じゃあな。エンダードラゴン。おっしゃー。あばよー。さあ、どうなる、緊張の一瞬です。どうなるのか、エンダードラゴンは。気になるぞ、どうなる。いつもと一緒だ。変わらないんかい。マーが今なんかバラバラになったな。エンディングいったな。違うんだね、落ちちゃったの今。はい、ということでめちゃくちゃリアルな世界でマーさんを最後にどこかに行ってしまいましたね。そうね、私は今もうエンディングに向かって行っちゃいました。面白かったね、でもやっぱり、うん、なんか新鮮だったね、やっぱ。エンダードラゴンが意外だったな、うん、いつもの感じで。せっかくならそこもね、見てみたかったけど、このリアルな世界のマイクラが気になる、遊んでみたいって思ってくれたら評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。みんなはいつものマイクラとこの超リアルなマイクラどっちが好きかな、コメントで教えてね。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。この奥に何かあるか。あ、羊か、羊やっとくか。あ、間違えてるよ。